はい、オルガンライフです。過去に未練のある私デロリアン109号の組み立てですね。109号、リアクターのベースの上にいろいろパーツがつきますね。まずケーブルですね。ケーブルをどこだ、ここか、ここに取り付け、ネジは SM 金属ネジですね。初めてなら SM 一番進んでるのかな。なんか金属ネジ久々だな。今月の組み立てで初めてかな。そんな感じがします。金属ネジでここを固定。まあ今まで金属ネジっていうとタップでネジを足してくれ、そんなところありましたけど、まああれはいいかなって、いいかなってか、やるのやらなくていいかなって思いますね。実際閉まりますから、カタカタしない程度。もうさ、すぐここに固定されるんだ、こういうことか。 AP のネジ、今回の組み立てもなんか組み立て感、楽しい組み立てみたいな感じで嬉しいですね。そしてこちらのパーツ、これなんだろう、名前すべてリアクター部品なんですよね。すべてリアクター部品で説明されてる。コードを避ける、コードを避けて、そしてこのパーツをはめる。避けきれてるな。そして AP のネジで締める、カタカタしない程度。そしてすべてリアクター部品じゃん。あ、なんか忘れてたな。これをここにはめろか。うん、ここにはめる。これを忘れてたな。次にリアクター部品、すべてリアクター部品、名前ないですね。ちょっとはめにくいですので、あとこれ一回外します。今回の組み立て、すべての部品リアクター部品なんたらでいくのかな。今回の部品リアクター部品なんたらでいくのかな。名前つけてよって。企画側も失速気味、それはそれで残念ですね。組み立て側は盛り上がっていくはずなのに。あ、パーツが取れちゃった、また付け直すか。パイプ類取れやすいんですよね。それ109の F、なんかかっこいいパーツですね。これを差し込む。穴がある側を当ててか、こうね。そして BP のネジ、そしてこちらのパーツ、これもリアクター部品じゃん。すべてリアクター部品だ。これをこうか、こう当てる。そしてこちらを上からかぶせる。向きあるのかな、向きなさそう。なんか合わせれば取れないかと思ったら取れますね。これ要注意です。そしてここか、で BP のネジで締める。今回なんか合わせれば外れないとかって思ってると外れます。そういうところありますので注意してください。で最後これを固定、はまるかな、ちゃんと。あ、しっかりはまりましたね。これでリアクターベースの上、今回の方乗りましたね。まだまだこの後パーツ乗ってきそうです。過去に見れるなら私デロリアン109号の組み立て無事終わりました。ではバイバイ。